本能寺は人間の知略によって守られた。神の降臨を招く腕はこれを使うことをためらっていた連合軍は一つの決意を固める。腕輪を使ってゼウスを降臨させ真意を問う。織田信長の時と同様、相手の考えを知らねばこの世界でどうすべきかも定められぬと考えたのである。そんな中、民に崇められている人物がいるとの報告が入った。もしや腕輪の力を使った人間では。連合軍は一縷の望みをかけその人間との接触を図る。ほう、お前たちも噂を確かめに来たのか。またチカ、先を越されたのじゃ。何か知っておるのか、教えよ。娘は卑弥呼というらしい。腕輪を持っているかは知らんが、不可思議な力を操っているのは確かだ。分かっているのはそれぐらいか。うん、ではこれからみんなで卑弥呼とやらについて聞いて回るのじゃ。卑弥呼とやらを探すのじゃ。きっとその者が腕輪を持っておる。皆に崇められているなら知る者も多いはず。付近の者に話を聞いてみましょう。卑弥呼、何やら幼い少女の面影が。ですが思い出せません。そこの者、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。何、さては貴様も。卑弥呼様には指一本触れさせんぞ。やめよ。わらわは卑弥呼とやらに会いたいだけなのじゃ。場所を通っただけで襲われるとは、どういうことだ。よほど虫の居所が悪かったのじゃな。気を取り直して次に行くのじゃ。卑弥呼について聞いて回れなどと、あの小娘め、私に指図しおって。尋ねようにもこの辺りには人がいません。父上、向こうの砦の方へ行ってみましょう。そっちは卑弥呼とやらの居場所を知っておろう。わらわに教えよ。証拠もなく戻ってきた。今日こそ滅す。わらわは居場所を知りたいだけなのじゃ。なのになぜみんな怒るのじゃ。奴らの警戒部、俺たちがここへ来る前何かあったか。なぜ誰も教えてくれぬ。意地悪なのじゃ。あと一人だけ試してみるのじゃ。そこの親切そうな男、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。貴様ら、また卑弥呼様をさらいに来たな。この先には絶対に行かせん。打ち取りました。だから誤解なのじゃ。わらわは卑弥呼に会いたいだけなのじゃ。誰も教えてくれぬ。しょうりなのじゃ。先ほどの者、この先には行かせないと。もしこの奥に卑弥呼などものがいるのか。ふむ、そうじゃ、そうに違いない。あの砦に卑弥呼はおるのじゃ。卑弥呼とやら、そちと話がしたいのじゃ。ここを開けてくれぬか。入り、どうせまたうちをいじめんのやろ。腕輪やなんや言うてやりたい放題しくさって。もしやアレスたちがすでに接触。あんたら頼むで。あいつらいてもうたって。
任せろ。誰一人通さん。戦うために来たまではありませんが、やむを得ませんね。勝利をもたらすのだ。はい。次は負けぬぞ。食べないで。こんなところで負けちまうとは。うっそ、やられてもうた。あかんわ、どないしよう。あなたに危害を加えるつもりはありません。どうかそこから出て話を聞いてくれませんか。卑弥呼様があの兄言うから来てみたけど、みんなに耐えられて楽しそうやわ。でしょ、すいません。いやあ、あんなところにええ男は。一緒に人差し回してもらおう。お国さん、それないぜ。俺がそばにいるってのに。芝居殿たちが狙われておる。このままだと面倒なことになりそうなのじゃ。それはいけない。芝居殿、芝下殿、今助けに参ります。ちょっと、先客がいるなんて聞いてないんですけど。あなたたちも腕輪のありかを嗅ぎつけてきたわけ。ふん、脳はなくとも鼻は利くらしい。どっちにしろ邪魔なやつは排除するだけだ。出番。うちを助けに来てくれた。卑弥呼、危ないから中でおとなしく待ってるの。あなたはそそっかしいんだから。いいわね。うちの名前まで分かっとる。すごい。きっと救いの神様や。うち言うこと聞く。お願い。助けるのじゃ。どこへ行くのです。待ちなさい。うっとうしいな。もうお願い。救いの神様の窮地や。黙って見てられへん。もう卑弥呼ったら、記憶がなくてもこうなっちゃうのね。男はばかりいたわるなら、うちもお味方に加えとくれやす。上等。そのまま一走れ。あのような目に遭おうと。この世界は計り知れん。英雄と呼ぶべき人物は実に多い。これほど勉強になる世界は他にありません。シーよ、お前こそ真の三国無双よ。異世界とはいえ、こうして当該殿と共に戦えること、心強く思います。自分も同感だ。共に力を合わせ任務を全うしよう。処置が卑弥呼か。勝利を。その年で皆に崇められているとはすごいのじゃ。うち人気者やで。あかん、おだてて油断させる作戦やな。たまには卑弥呼の役に立たねえな。俺も戦うぞ。卑弥呼、我らが力となる。これぐらいにしといてやる。感服いたしましてござりまする。翼にお願い。耐えられる。耐えられる。今度会ったら絶対許さへん。行こう、ダキちゃん。あれ
知ってるんやろ。行きましょう、ヒミコ。この調子ならオロチ様にもすぐ会えそう。皆さん強うて本素敵どした。ヒミコ様もいなくなってしもたし、これからはこちらでお世話になります。お国さんがそう言うなら、天下の大泥棒この石川五右衛門様もついていくぜ。それにしてもいい男半揃いで、うちうれしおす。皆さん気張っていきましょういな。ああよろしく頼む。ところで、あの卑弥呼とかいう娘は蛇の腕輪を持っていなかったか。いや、心当たりはありまへんけど。けどそういや、この近くで蛇の宝が祀られてるって聞いたことがあるぜ。蛇、怪しいな。行ってみる価値はあるかもしれん。え、敵に先を越される前に急ぎましょう。はんなり行きましょう。待ちに待った出番でい。成功したのね。新しい腕輪が見つかりそうでよかったです。手に入れて戦えば神様にも対抗できるし、ゼウスさんの降臨にもつながりますよね。でもこのままいけばきっとまた兄上たちや長雲殿とも戦わないといけないんですよね。銀平殿、ならばその方たちを味方に引き入れてはいかがでしょう。彼らは主君である龍禅殿のためやむなく従っているはず。私たちで解放できれば。腕輪も手に入るか。しかしそううまくいくだろうか。新たな腕輪も急ぎ確保せねばならぬ。どちらを優先すべきか。どちらも害じゃろうね。わし欲張りだからいいこと思いついちゃったよ。こちらが新たな腕輪を手に入れ、大掛かりな戦の準備を始めたと技法を流すのはどうかね。そうすればアレスたちの目はそちらに向く。なるほど。本隊が彼らを食い止めている間に別の隊が本物の腕輪を確保するのですね。その隙をついてもう一体が手薄な敵地へ忍び込めば、龍禅も救えるか。さすがは宿敵。龍禅さんの居場所調べは忍びにお任せよう。ならば私が敵本隊を引きつけましょう。銀平殿、もし辛ければあなたは下がっていてください。うん、何も兄と戦う必要はあるまい。こたびは父に任せておくがよい。雪村殿、父上ありがとうございます。そういえば一つ気になることがある。先の戦であのダッキという女、魔王オロチの名を口にしていなかったか。え、間違いありません。もうすぐオロチに会えると。なんだと、どういう意味だ。そもそもダッキはここで何をしている。オリュンポスの神と手を組んだのではあるまいな。
ダッキはオロチのかつての参謀。あの魔王を蘇らせるためなら何でもするだろう。私たちもいろいろ調べる必要がありそうだな。おう、てめえら聞いたか？俺たちと戦ってる奴らが凶悪な兵器を作ろうとしてるらしいぜ。凶悪な兵器だと？そりゃ放っとくわけにはいかねえな。本当？小右衛門さん、そんなの初耳だけどな。当たる前だろ。俺様だけが仕入れた情報で大泥棒の諜報力をなめんじゃねえ。てなわけでその設計図を今から盗みに行かねえか。敵の企み、あ、食い止めてやろうぜ。連合軍は現状を打破するため策を立てた。連合軍本体は腕輪が見つかったふりをして神の軍勢を陽動。その間別動隊が本当の腕輪の在りかに急行する。さらに第三の部隊が手薄となった神の本拠に潜入。蜀の竜禅を救い出し腕輪の力を持つ趙雲を仲間とする。この策により連合軍は神と対等の力を持とうとした。直江兼次、奥に芝生らは腕輪の捜索に向かう。彼らは本体と分かれ密かに進軍。腕輪が祀られているとされる場所に到着した。戦場に敵の気配あり。妙じゃな。偵察からの報告では神々の軍は雪村たちの方へ行ったはず。しかしまずいの、先行させた芝生たちは気づかず囲まれちゃってるかもしれんね。はい、私たちも急いで進まなければ。師匠殿、無事でいて。これは式。探し物はここにある。ん？これが一体何を招くものか本当に理解しているのかな。無駄話はいい。俺たちの役目は奴らの排除、それだけだ。カジュ、お前な。始めるぞ。無駄な期待を抱かぬよう初めに言っている。こちらにとってケイラは排除すべき火種でしかない。そう、腕輪が欲しければ命がけで向かってくることだ。芝生たちに囲まれちゃってるよ。急いで助けるとしようかね。敵は周到に準備を進めていたみたい。師匠殿の元へは簡単に行かせてくれません。スターやるみてぇだな。式を操る見事な術。まさかあなたは。かの有名な陰陽師、阿部の青年校。この私を知っているか。いかに私が生命だ。直にお目にかかれるとは、なんたる漁港にもかかわらず、敵として戦わねばならぬとは。駆け引きの妙、見せてやろう。お前のことだから、何か考えがあるんだろうが。ま、話す気はなさそうだな。さすがは長年の友、よくわかっている。これで先に進めるみたい。暗示が逃走、天も読みせぬ。
やあ、敵さんにも男前がぎょうさん。今度はニコについてみましょかいな。時は稼いだ。せい、もうよかろう。ああ、助かったよ。我が術による結界は完成した。何？道が塞がれちまってる。さて、あなたたちの力試させてもらうよ。なんと鮮やかな術。さすがは生命光よ。と感心している場合ではないぞ。北と南、どちらの道から合流すべきかしら。北には大軍、一方南の守りが薄そうだけど。おそらく伏兵がいるね。それじゃあ敵が攻めてほしくない北の道へ行こうか。打ち取りました。いざ宿敵の策に乗り逃走。号令の前に読まれちゃったよ。ならわしらは剣心の後を追い逃走じゃね。敵を蹂躙せん。さすが剣心、迅速の攻めじゃね。これぞ早きこと風のごとく。伏兵を見抜いてもはや伏せる意味もない。信玄を追撃しろ。伏兵を追撃隊に変えるとは臨機応変の策、実に見事じゃが、わしは止められんよ。元気殿、ちょっと手を貸してくれるかね。では失礼します。さて、後ろの敵はさておき、わしらは前の敵に集中するかね。式並では抑えきれぬか。ここは俺が加勢せねば。信玄、覚悟を。残念ね。覚悟するのはあなたたちの方。何？敵の伏兵だと。元気だの、かっこよすぎだの。見事に伏兵を成功させたね。静かなること林のごとく。うまくいったようです。動揺する敵を撃ちましょう。あっぱれなもののふよの。いやー、また敵さん増えてもうて。せやけどシュッとした男前やわ。天下一の男前め、ほらここにいますぜ。なかなか粋なターンだ。そんじゃ進んじゃおうかね。抜かずに済むと思ったんだがね。来ちまったものは仕方ない。暗示が逃走、天も読みせぬ。宿敵との逃走は言えず、最高の美酒なり。嬉しいこと言ってくれるね。わしもおこととの戦楽しんだるよ。
出番ね。その闘争堪能せ。私が出る。遅いですよ。危うくやられるところでした。その割にはまだまだ元気そうじゃね。はあ、相変わらずね、四条殿。あんなに急ぐ必要もなかったかしら。剣心公、ご無事で何よりです。アネツ、これよりは共に闘争楽しまん。もう十分だ。開門する。いかにも面倒くさいことが待ってそうだな。腕輪のためだ。行くしかないよな。天に立てつき世を乱す火種。消そう。福美さんについてきて大正解。あの男からお宝の匂いがプンプンするわ。腕輪はこの先だ。俺を倒さなければ手に入らないぞ。カジオ、お前って敵に回すと本当に厄介だな。兄上には隙というものがありませんね。カジオ、ちょっとは手加減してほしいもんだぜ。というかあいつこの状況楽しんでないかな。そうね、私も四条殿の敵だったら思う存分お仕置きができたのに。おいおい、元気が味方で本当に良かったぜ。加工よ、出会ったことを後悔すると。やるな四条、普段からそれぐらい頑張ればいいものを。待っていたよ。腕輪はここにある。私が奪ってみるかい。私も負けだ。腕輪は勝者に渡すとしよう。最後に一つ信じるべきものを見誤らぬことだ。生命光、それは一体。消えちまった。まあ、腕輪は手に入ったし、よしとするか。お宝、あ、獲得獲得。敵さんもいい男はんばっかりで、うちキュンってなってしまいましたえ。妙な戦いだったよな。カジューのやつ、なんか考えがあってやってるようだったが。少なくとも四条殿へのお仕置きが目的というわけではなさそうね。でもゼウス側についているにしては下せない。負けたからってあっさり腕輪を渡してくれちゃったもんね。まさかこの世界でかの有名な陰陽師生命光にお会いすると。もっとお話できればよかったが。すぐに再開せん。さて、腕輪も手に入れたことだし、雪村たちのところへ行こうか。
うまく食い止めていればいいんじゃが。成功したのね。たちは技法に騙されてまんまと出発。その動きから龍然さんがいるらしい場所も分かりました。助けに行くなら今ですぜ。承知。よかった、やっと助けられるんだね。早く出発しよう。いいな、影の人、ただの娘には荷が重い。お主は残れ。そんなの絶対嫌だし、私だって観察のために頑張りたい。旦那、いいんじゃないですかい。そもそも龍然さんの情報はこのお嬢さんがくれたわけですし。ならばお主がその娘の面倒を見ろ。それが条件だ。絶対役に立つんで。直江兼嗣らは見事腕輪を手に入れた。同じ頃、連合軍本隊は陽動作戦を開始。見当違いの方向に進軍し、神の軍勢を引きつけた。服部半蔵と久野市は密かにその様子を観察。敵勢の動きから神の本拠地を割り出す。彼らは宝山城と共に手薄なその地へ乗り込んだ。目指すは龍然の救出。彼を救い出せば趙雲をはじめとする職匠の呪縛は解かれる。三人は静かに闘志を燃やしていた。手薄とは言ってもいつもと比べてってだけで、それなりに防備はしっかりしてるにゃ。こりゃ龍然さんを探すのは大変ですぜ。うん、分かってる。でも絶対諦めたりしないんで。この子って案外けなげ。お姉さん応援したくなっちゃうなんちて。まあ急がないと、アレスたちを抑えてる雪村様も危険だしね。ちゃちょっと探しますか。あの娘が忍べるとも思えぬが、この人困難を極めそうだな。雪村様たちが敵主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍然さんを見つけちまいやしょう。龍然様は絶対助け出すんで。観察の悲しそうな顔はもう見たくないし。そんじゃ行きますか。敵に見つからないように、抜き足、差し足、忍び足。敵の気配がまるで読めない。こりゃどうも似合うぜ。敵の動き、影が探る。半蔵の旦那、お願いしやす。足はこのお嬢さんと城内を回るんで。ちょっと聞きたいんだけど、龍然様の居場所知ってたりしない？何やつ、侵入者か。逃げ。普通に話しかけるかな。撃ち取った。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。俺が叶う相手。
か。超いい感じ。この調子でガンガン行っちゃうってことで。行かない行かない。あの隠密コードってわかります？味方本体は大丈夫かな。雪村様また無茶なことしてなきゃいいけど。私も観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。簡単に言ってくれるね。さっきから足引っ張ってるのそっちなんすけど。あらまあ、張り切ってらっしゃること。あ、いいところに龍禅様の居場所教えてくれたりしない？敵地に踏み入り堂々たる態度、こちらの油断を誘う策。うん、じゃあそういう策ってことで一つ。まさかこれほどとは。ここは引くしかあるまい。なんか落としていたみたいだけど、これだけ何？助けに来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。なんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。観察観察って言ってるけど、どこがそんなにいいわけ？そりゃ超かっこよくて超強くて超優しくて、むしろいいとこしかない。それなら雪村様だって強いし優しいし、まあ足はただの忍びなんて関係ないけど。あ、いたいた。ねえ龍禅様助けるために手を貸してくんない？龍禅様、あなたたちは分かっていない。彼らがどれほど強く恐ろしいか。ゴシ君の命がかかってるし簡単には乗れないか。こうなったらこっちも強いって分からせるしか。龍禅様を連れ戻せば趙雲殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機はこっちにあるってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況は分かった。一生龍禅様を救って。龍禅様の居場所は分かってる。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵でも、一つでは用意なさない。他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方へ。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。あらまあ、張り切ってらっしゃること。なんという強さ。ここは引く。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。よくわかりました。求めているものは義継様がお持ちのはずです。なぜそれを。今は信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。任務全うぞ。
夢のような妙な気配ね。これも何かの技なのかしら。半蔵の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。足が助け立ちしますで。邪魔に落ち取った。ここは手分けした方がよくない？私たちは結界解くやつ探すんで。耐えられる邪魔なのに。現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だが、そういう流れだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだって。さすがですね。お願い。私には勝てんか。あんたかなり強くない？もしかして真の三国無双ってやつ？私が出る。退ける。頑張りましょうね。勝った方に流れがある。それだけの流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。勝者に従う流れか。欲しければ持っていけ。どの道5つ揃わぬば意味をなさん。何その言い方。絶対全部集めてみせるし。子供だましね。つまらないわねえ。誰か夢も見ないほど私を疲れさせて、そうしてくれたらいいことを教えてあげる。人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。体の動きも鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは将校殿が持っているわ。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだな。大変に任せて。なんか落としたけど。で、これ探してたやつじゃん。戦場術見切った。待ってました。さすがは半蔵の旦那。さてと、忍びの技の見せ所だよ。ねね忍法、分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン。これは侵入者か。捕らえてお姉様に報告せねば。こら清正、自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。うるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。よし。へえ、あんた意外とやるじゃん。いったったった。元気が良すぎて困っちゃうよ。一休みしないとね。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。
のこのこ入り込んでくるからな。果たしましょう。俺が勝ってやる。結界を解きたいのか。そういや、総妃殿のお声が何か思った。本当？なんていいこと聞いちゃったかも。結界とか知らねえし。あ、おねね様が持ってたあれのことか。これでまた龍禅様に近づいた。なんだろう、このはしごは。ここにかければよくない。ソーヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。ここは通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。そんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。これ以上はない手は無数ですね。失礼いたします。なんか落としたけど。で、これ探してたやつじゃん。情けないですよね。誰一人侵入者を止められないだなんて。これでもみんな頑張ったんだよ。ただ相手が元気良すぎちゃってね。一応打ち取りました。残念でしたわね。探し物は私の手にはなくてね。困った子たちだね。ここは私の負けだよ。あ、これやった。全部揃った。あらまあ、張り切ってらっしゃること。わ、天下無双な人発見。おや、結界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。私のために迷惑をかけてしまったな。趙雲たちにも苦しい思いをさせているようだ。これからは私も共に戦わせて龍禅様をお守りするためにも。もちろん大歓迎ですぜ。そっちの実力は戦って十分分かってますし。任、無事に果たせたか。それじゃ急いで出発ってことで。みんながやられたら観作たちを取り戻せなくなっちゃうし。ああ、私が観作や趙雲たちを止めに行こう。劉公子だ。仁の志を受け継いでいるぞ。隠された思い果たしてみせる。いい流れね。成功したのね。腕輪は無事見つかっただろうか。それに龍禅様、
落ち着くがよい官邸、我らにできることは皆を信じて待つこと、そして敵の猛攻に耐えることだ。先ほどアレスたちが動いたとの報がありました。ここもすぐに敵に取り囲まれるでしょう。腕輪を持つふりをして本陣にこもる役は私に任せてくれ。その方がアテナやアレスも信じやすいだろう。ただ偽りだと知られれば本物の腕輪や龍禅殿が危ない。なるべく敵を近づけないでもらえると助かる。はい、お任せを。ペルセウス殿の安全は必ずお守りします。あの、私も戦わせてください。銀兵殿、兄上たちや長雲殿と戦うのは確かに嫌です。でもみんなに任せて隠れているわけにはいきません。私だって兄上たちを助けるために頑張りたい。よく言った我が娘よ。ならば共に来るがよい。その覚悟、立派なものだ。はい、軍神の娘として力いっぱい頑張ります。戦場を混沌で染め上げてやろう。皆様に弓での戦い方をお教えしました。まずは弓の素振り1000回。弓は何といっても腕力が基本ですから。